こっそり自慢してもいいかな。実はユータに誘われてケーキショップへ出かけるんだ。誕生日のお祝い楽しみだな。え、君が作ったのかい。すごいや、気合が入ってるね。素敵な贈り物をどうもありがとう。嬉しいよ。当たり前のことだけど、誕生日っていいもんだね。おめでとうって言ってもらえると嬉しいね。こうして祝ってもらえたこと、大切な思い出にするよ。ありがとう。おめでとうって言ってもらえると嬉しいね。こうして祝ってもらえたこと、大切な思い出にするよ。ありがとう。なあ兄貴、誕生日のプレゼント、俺が選んだものなら何でもいいって言ってたけど、本当にいいんだな。じゃあこれ、その、おめでとう。にぎやかやなと思ったら、今日って藤君の誕生日やったやな。おめでとう。俺からもお祝いさせてもらうで。ほな、みんなも読んでもっと賑やかにしようか。藤先輩、誕生日っすよね。おめでとうございます。先輩の誕生日って覚えやすいっすね。あ、俺も人のこと言えないか。藤先輩、誕生日おめでとうございます。今日はめでたい日っすからね。みんなで盛大にお祝いさせてもらうっす。藤先輩、誕生日おめでとうございます。これ誕生日プレゼントっす。アンティークのものが好きって乾先輩に聞いたんで、近い雰囲気のものを選んでみました。2月29日は4年に一度しか来ない。つまり正確に計算すると、富士の今の年齢は、いや、こんな計算は野暮か。ともかくおめでとう富士。富士、誕生日おめでとう。誕生日ケーキ本当に甘いのでよかったのって、さすがに辛いケーキはないか。おめでとう藤井。藤井の誕生日ってレアな感じするよね。だって4年に1回だよ。その分特別っしょ。甘いケーキに辛い料理に乾汁。富士の誕生日パーティーのメニューはすごいな。あ、ひとまず乾杯しようか。誕生日おめでとう。富士、誕生日おめでとう。お前は今日の主役だ。写真なら俺が撮ろう。カメラを貸してもらえるか。うまく撮れるよう善処する。